客席ハンガリー国立歌劇場は、ハンガリーの首都ブダペストにある、ネオルネッサンス建築の歌劇場。1858年創設。グスタフ・マーラーが音楽監督を務め、黄金時代を築いた。以後、エルネード・ホナーニア・フェレンツ・フリッチャイ、オットー・クレンペラー、ヤーノ・シュフェレンチクラが、歴代音楽監督として、名を連ね、リヒャルト・シトラウス、ビルヘルム・フルト・ベングラー。 ヘルベルト・フォン・カラヤンなどの巨匠たちも、客演式を行っている。初演された、主な作品に、バルトークのバレー、カカシ王子、歌劇、青髭校の城や、古代の歌劇、ハーリーアーのュがある。歌劇場の専属オーケストラは、ブダペストフィルハーモニー管弦楽団の名称で、知られている。なお、同じくフリッチャイフェレンチクが、音楽監督であったハンガリー国立交響楽団は、 この歌劇場のオーケストラとは別団体である。ありがとうございます。